皆さんこんにちは。こんにちは。一斉同好会会長の浜口です。吉村です。栗原です。本日は西国の23番札の鰹寺に参拝に来ています。それでは行ってまいります。めちゃめちゃだるまがいっぱいいるな、やっぱ。ああ、演出、そう。霧みたいなのついてるようになったんですよ。やっぱいいね。あ、カツオで久しぶりだし。いいね。なんかほんま、山と一体化してるね。水もあって。水もだいぶ綺麗やな。めちゃめちゃ透明やで、これ。やっぱ山の湧き水やろね、これ。至るとこに。勝ちだるまがいっぱいいるね。勝ちだるま綺麗やな。向かい側もさつき綺麗に手入れしたんで。至るとこにだるまやね、やっぱ。
ああ、臭くないねんね。はい、ケンボー、あの、カツオジの勝ちだのを買ったんですね。はい、ちょっと願い事書いてね、メモ入れないといけないんで、はい、字間違わないでくださいよ。大丈夫？何の目標を書くんやろうな、願い事。真剣な顔で剣棒を変えてるね、願い事を。剣棒えらい焼けたね、やっぱね、うん、仕事からね、仕事からやっぱ暑いしね、うん、外水分を容器取らんと。そうやね、熱中症になるしね。願い事を書きました。書きました。何を書いたかは秘密。そうやね、秘密やね。はい、わかりました。次ほんならあれですね、ここを見てたら線香で、線香で行かないといけないんで、炙るっていう感じですね。あ、お願いします。はい、それでは次、目を入れたいと思います。はい、目をお願いします。目はちょっと太いのでいいかと思います。太いので、了解です。いい感じに入ってんね。入れました。はい。いい感じで入ってるね。ここに向かって精進したいと思います。はい。よろしくお願いします。いいことありますように。やな。そやね。これも動かさはったら落ちると思うしね。
ダルマがいろんなとこにやっぱダルマがいるね。上がってお気にが張ってんね。せやね。そうやね、もう雨とか風で結構まさにだるまさんが転んだ。そう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 、7回転んでも起きんやからね、最終的に。うん、転びっぱなしは困るけどね、ちゃんと起き上がってくれたら全然 OK やし。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。